上田有沙は大正10年11月30日は、日本の武士、陸軍軍人。朝鮮中東軍司令官、台湾守備軍やこの絵、第五、第七師団長を歴任する。最終階級は、陸軍大将。栄転は、ジュニ位、君一東高二級男爵。徳島藩士、上田吉野城の次男として生まれる。藩校にて頭角を表し、藩主。 八塚すかひの選抜を受けてに当閣、三百国に列せられた。母親戦争を経て、明治2年2月、第六番大隊司令。明治2年8月、十四三番大隊司令。明治4年、高松に大阪鎮台第二分営が設置されると、徳島兵隊長として入営し、11月陸軍大心殿に任官される。翌年四月、 不評大意に進み、1873年10月、不評第16大隊第2中大夫、1875年5月、不評第12連大夫と移り、1876年7月に就任した、不評第11連隊第2大隊第3中隊長の後西南戦争に出征する。西南戦争では、第2旅団に属し、戦後、 参謀本部官西局員となる。1881年、仙台賃大不評第4連隊、第2大隊長に移り、1884年3月には、熊本賃大の参謀に就任する。1889年11月、不評中佐に進級し、第3師団参謀に就任する。1891年6月10日、不評第22連隊長に就任し、 1893年11月1日、不評大佐に進む。1894年6月6日、野津みちら中将が師団長の第五師団参謀長に就任し、この時日清戦争に出征する。同11月には師団長が奥安方中将に交代となる。日清戦争の選考により、高4級禁止勲章を受章し、 1896年10月15日、西部都特部参謀長に移った上田は、1897年9月28日、陸軍少将に進み、1898年10月1日には、陸軍大学校長に就任する。1901年2月18日、不評、第22旅団長の後、1902年5月5日、 陸軍中将に進み教育総監部参謀長に就任する。この総監部参謀長とは後に本部長と解消されることとなるが、教育総監部の実務を取り仕切る要職で総監の直属ポストであった。1904年3月17日にはかつて参謀長として在籍した第五師団に師団長として赴任する。上田が師団長の時に第五師団は、 日露戦争に出征し、療養海戦、佐賀海戦に参加する。同年十一月二日、台湾守備軍司令官に就任し、一九百六年四月一日、日露戦争の選考により、訓移等局実大受賞及び、高二級禁止勲章を賜る。一九百六年七月六日、北海道守備の第七師団長に就任し、一九百七年九月二十一日、 歴戦の功により、男爵の爵位を授かり家族に列せられる。1908年12月21日、大島久直中将の後を受け、この石団長に就任し、1911年8月18日には、朝鮮中東軍司令官に親保される。1912年2月14日、陸軍大将新旧と共に、交尾役編入となる。 1917年4月1日に退役し、1921年11月死去。第5師団参謀長時代。ありがとうございます。